組み立てていきたい山口は瀬川、菊池、三幸ちょっと足を取られた岩尾拾っていくさ、ここはファウル流してアドバンテージ見てる岩尾、そして小西も上がってくる、小西の左足のシュート強烈決まった1対2見事なミドルシュートは小西、逆転徳島です。いやー左足振り抜きました、見事なシュートは小西がネットを揺らしています。山口は逆転を許しました今のシーン。そうですね、これ誰も来なかったんですよね、小西選手のところ遅れてますよね、はい、結局これドッソン選手が前に出たことによってそこのカバー誰も一人も来なくて、でサイドに流れたことによって前選手も前にプレッシャーかけられなかったっていうことです。